はい、懐かしいですね。潜水忍ぶ。ツイッターで、まあ、募集したんですよ。一番ね、難しかった超究極の中では何が難しかったっていうのが、まあ、今来てる、クイーンメテリアと、忍ぶと、トグロと、高杉晋介。そのうち、どれが難しかったのかっていうと、まあ、忍ぶの方がね、ちょっと難しかったっていう、意見が多かったんだよ。1年半前なのかな ?1 年半前の、まあ、動画をね、ちょっと見ていこうと思います。まあ、この頃ね、結構めちゃくちゃ下手くそなプレイばっかしてたんで。はい。はい、ね、この頃はね、本当にパンドラがね、強いっていう。パンドラ引っ張っていく。はい、当たるとね、まあ、ぶっ飛んで、あれ当たる確か、7万ぐらいだったかな。結構持っていかれるんだよね。ボン。あれが痛い。攻撃力アップしてくるともう即死だったかな。で、鬼がね、逃げないっつうのがめっちゃうざったらしいよね、これ。いや、鬼逃げろよっていう。ボスがめっちゃ速い。てめえ誰だ。忍ぶです。はじめまして。ウリエル艦隊でもまあ初回の頃やったんですよ。ウリエル艦隊でやったらまあね、ちょっと出ざまりがありすぎて、なかなかダメージが通らないっていうことで、まあだったらパンドラの方がいいかなと。はい、でね、とりあえずまあボスのゲージってかな、やつを見てもらえば分かるんですけども、なかなかダメージ入んないこいつね。そうなので、ある程度、何 ?SS 貯めつつ、いけば、まあ、勝てるんですが、これね、これっぽっちしか、ダメージ入んないんですよ。まあ、パンドラなんだけど、パンドラ、はい。で、魔導士倒さないと、攻撃力アップされて、まあ、死ぬっていう。あれ違うっけ。まあ、確実に鬼は即死なんで、鬼から倒し、まあ、そしたらまあ、防御力ダウン、防御力アップの、盾が出てくるんで、まあ、これを取らないと、あかんよっていう。はい、それを取らないと、もうこれでやられますね。ブーストがめちゃくちゃこいつ強いんで、レーザーバリアはね本当に鬼畜っていうか、とりあえずうざったらしいわ。本当これなんで撃ったんだっけかな。倒す自信なかったんだっけかな。そう、この頃ねすごく PS なかったんですよ。今もだけど、そう、忍ぶはめっちゃ硬いんですよね。
はい、攻めていく。さあブーストが痛い。ブーストこのぐらいだからね、ま、あの10万から4万ぐらいを持っていかれるかな、うん、で本気力アップからの今来た、まあ、十字レーザーが今1万1000何僕だったんですが、それが11万ぐらいなんだよね、本気力アップになると。何もかも全部、まあ、アビロマンもそうなんだけど、攻撃力アップすると全部即死ってなるっていう。だから攻撃力アップされる前に、まあ、倒さないとあかんよっていう。なおかつ、まあ、こいつがめっちゃ硬いんで、やばいなっていう。もう焦りながらに、ね、ちょっともう、とりあえず SS 貯めないと終わったなっていう。はい。はい。もう半端ない。何？削り。はい。まあ、これもね、まあ、盾取りながら、これミスったんだよな、ちょっと。いやー、これ食らいたくなかったわ。突破したかったんだね。で、こう行って、とりあえず、ここで抜けようと思ったら、まさかの戦いになっちゃうってね。はい。ラストゲージね。いやー、下手くそのとこもありますけど、まあ、しゃあない。で、ここは打っていく。2段階上がってるんだよ、これ。そう、SS ってこれだからね。SS ってこれなんで、とんでもないくらい強いっす、ほんと、これ。まあ、トグロもだけど。トグロも、まあ、ありえないくらい、強かったんでね。うん。BGM がかっこいい。うん。ほんとに BGM これかっこいい。一瞬2周で終わるかな。そう、普通の削りだと全然なかなか削れないんだよね。もうこれで削れないとあともう終わったなっていう。はい、ということで今回は、ドラムスの君が、トグロちゃうわ。潜水忍をね、まあ倒したことで、まあ、ツイッターアンケートで、まあ何？とりあえず、まあ、アンケート取ったやつを、まあ、このぐらい難しかったんだよってことで、はい、動画を通らせていただきましたということで、それをね、まあ、見ながらやってきたということで、よければね、グッドボタン、チャンネル登録の方お願いしますので、以上、ドラムスタキでした。バイバイ。